僕はやっぱり昔めっちゃ怖かったんですよ、恩恵教って存在自体が怖かったんで、うん、もうちょっとちゃんとした方がいいと思うよね。あ、今現状怖い人が誰もいない、滝藤氏がいねえじゃん。滝藤は怖いな、なんか見た目は見た目はだから僕が聞いたのは、又さんが僕のことを抑えた次の次期理事長っていうのは又さんになるっていう話を聞いたんですよ。でも結局抑えきれなかったじゃないですか、僕のこと。 あんだけ公言切ってたのに何もできなかったんです、あの人。結局自分のところのタレントすら守れなかったんですよ。それ僕、マタさんって知らないですよ。言ってましたよね、うんうん、だからマタさんの次の議席には絶対ないはずなんですよ、僕の中で言ったら。恩寺教も終わるね、うん、まあそうかもしれないですね、時代の流れかもしれない。恩寺教が良くないっていうことをよく分かっているのは、うん、恩寺教を作った田辺さんですよ。あ、田辺さんが作ったんですか、恩寺教って。うん、濃いな。田辺さんが、田辺さんが一人いたかな、田辺さんですよ、うん、がもう恩寺教といえば田辺さん、うん、芸能界といえば田辺さん。まあそうですよね、それは分かります、うん、すげえ。あとこれ怒られるかもしれないけど、はい、だって本当なんだ。ちなみに田辺さんに僕のこと聞いたことあります？ないないない。あ、ないですか。はい、分かった。聞いてほしい。いや、聞かなくていいです。田辺さんのこの事務所のタレント誰も責めてないんで、僕はもうそこは聞かないでください。もう田辺さんです。そうさん、川村さん、はい、うん、あとはその下じゃん。でもさっき言ったじゃないですか、その芸能界こうある中でジャニーズだけやっぱり別格だ。別格です。はい、言ってましたよね。ちょっと違うところにいます。うん、それもすごいですよね。だからそのジャニーズさん、じゃあメリーさんとかの話もしてたじゃないですか、さっき。メリーさんもジャニーさんも半端ないですですよね。何があってね、いい意味でだよ、本当にエンタメを知ってる人ですよ。だからもう頭なんか上がるわけないじゃん。だからもうちょっとね、ジャニーズ事務所と他の芸能事務所を一緒にしてほしい。あと吉本も違う。あ、吉本は違いますね。それは分かります。それは分かります。その3つは同じじゃない。恩寺教系で、うん、俺はこんな言っていいか分かんないけど、はい、何だって田辺さんですよ。